あとこれよく聞かれるんだけど、どうしたらエイムが上手くなりますかって。よく聞かれるんだよね、これ。ブラックスクワットの頃からよく聞かれたな。で、このエイムという定義が、単純に今みたいに敵に合わせるっていうことだけを指すのであれば、回答は至ってシンプルで、ひたすら練習してください。ひたすらこうやって敵に合わせて撃つことをこなしていれば、おのずとエイムは上手くなります。まあ、経験と一緒だよね。経験、感覚をどんどんつけていくというか。まあ、なんでね、ずっとこうやって撃ってれば上手くなりますよ。まあ、効率、そうだね、効率の話をしよう。結構、自分のエイムがもう全然定まってなくて、下手だなって思うんであれば、ちょっと効率考えてゲームした方が絶対にいいです。で、この動画がそれの答えなんだけど、このフリーフォアオールがめちゃくちゃおすすめで、このモードをもう一日中やってれば、結構エイムは上手くなると思う。なんでかっていうと、まだ大体わかるんだけど、この時間に対する接敵回数がめちゃくちゃ多いのがフリーフォアオールなんだよね。で、かつ1対1の状況が多い。なんで集中して敵合わせて倒すことができるの。で、よくなんだ、最近の COD とか APEX とか、あの辺で流行ってる、まあ APEX はバトロワでなかなか接敵もしないんだけど、COD とかの人気ルール、多分ドミネーションとかハードポイント、あの辺って結構接敵するまでの時間がかかるんだよね。リスから走って旗まで行って、で、やられたらまたリスして、そこからまた走っていかなきゃいけないんだよね。それ結構時間効率が悪くて、あんまりフリーフォアオールとかに比べると接敵回数がやっぱ少ないんだよね。まあ、チームデスマッチもおすすめしないかな。なんかあのモードを結構最近イモる人が多くて、あんまり戦えないんで、本当にフリーフォアオールやるのが一番いいと思う。最近 COD とかもフリーフォアオールあるから、フリーフォアオールをひたすらやって、自分のエイムが納得いくまでやるのが一番いいんじゃないですかね。あと、まあシンプルに面白い、このモードは。なんか自分が勝つか負けるかだから、敵味方に左右されないし、なかなかおすすめのモードですよ。まあ、まとめると、フリーフォアオールやったらいいんじゃないみたいな感じでしたね。まあ、効率よく上げられたら。まあ、あとね、結構エイムの仕方とか話しちゃうと、そうだな、なんかね、敵が見えてからエイムしてる人が多いかな、なんかリプレイとか見てると。だけど正直ね、こういうゲームはね、敵にエイムするってよりはマップにエイムをするゲームだから、常にエイムした状態、まあ、エイムって ADS のことじゃないからね、こうやって、この十字、これを常にマップに対してエイムしてください。まあ、どういう意味かっていうと、敵が出てきそうなところを常になぞるっていう作業。こうやって滑らかに敵が出てきそうだなってところを常に移動させる。あとはヘッドショットラインも意識するといいかな。それがすごく大事。まあ、そうやっておけばね、敵が見えた時に撃つだけで勝てるんで、それやらない人は敵を見つけました、合わせました、撃ちました、なんだよね。それに比べたら合わせる必要ないから、もう最初から合ってるわけだから。その方がね、やり方としてはおすすめかな。まあ、これをやるには結構マップ覚えなきゃいけないからね。まあ、そこからなんだけど、マップ覚えてヘッドショットラインを覚えて、マップに対してエイムをする。これが強いですね。